J-WAVE それではここでメールを1つ読みます。ラジオネームトニーさん、浜さんこんばんは。こんばんは。私は学校の先生って隙を見つける達人なのではないかと思います。例えば授業中です。眠気が襲ってきてできた隙に指名されたりすることがよくあります。がっつり寝ている人はわかりますが、ちょっと眠いと思っている人でさえも的確に指摘できるのはすごいなと思います。何か隙を見つけるコツがあるのでしょうか？おかげで私たちは毎日その隙を隠すのに一生懸命です。さて浜さんは学校で見せてしまった隙で思い出に残っているものはありますか？と。そうですね。僕らが、中学生の時かな、に流行った、ゲームがあって、僕が見せてしまったというか、みんなの隙を利用するゲームなんですけど、授業と授業の間の時間にですね、他のクラスに行きまして、他のクラスの掃除用具入れ箱に入るんです。ね。で、授業始まりますよね。ずっと耐えるんです。耐えて、一番隙だらけになった時に、バーンって出てって、そのまま出ていくっていうゲームをよくやって、っていうクラス全員のリアクションがすごい楽しかったんですけどね。こんなことラジオで言っていいのかな出身校までよく行ってるのに。まあもちろん怒られましたけどね。うん。あとあれかな、帰ってきて筆箱開けたら中に大カマキリ入れられてて、いたずらで。で、僕虫ダメなんで、すごい悲鳴あげたことあります完全に隙だらけだったでしょうね、その時はね。はい、じゃあトニーさんにはアジャコングの所有するダムのね、が書いてあるやつをプレゼントしますよ。はい、お知らせの後はですね、好きだらけの大先輩、小倉民夫さんが登場します。さあ、ここでまたこの1ヶ月限定のミニコーナーやりましょう。いまいち分かってない浜岡本に JJJ の正しい使い方を教えてくださいという名のこの大喜利、送ってきてくださる皆さんにかかっているぞっていうところもありますけども、ラジオネーム空メガネ会計メガネ空さんです。なんちゅうラジオネームやめられない止まらないカルビーカッパジェジェジェ。これやっぱなんかこの僕のせいじゃないということを皆さんにやっぱり一番分かってもらいたいですね。僕のせいじゃない。ラジペディア月曜日を担当している畑本博です。次回のテーマは女心と秋の空って本当？女心と秋の空なんてことわざがありますが、本当に女性の心は変わりやすいのか。そして恋愛初心者の畑本博はこの答えを導き出せるのか。 J-WAVE 畑本博のラジペディアは月曜夜12時から。浜くんは俺に対するあの気持ち変わらないよね。いや、変わってません。エビ、カニを食べに行くっていう、あの気持ちは変わってません。畑さんと一緒に。約束しましたからね。一緒に、そういうの食べに行こうね、っつって。エビだっけな？エビかな？うん。はい。それより、畑さんのテンションが日に日に高くなっていってるのがすごく気になるんですけど。こんばんは、畑本博ですって、あんなにはっきり言ってたっけなと思って。畑さんは割とね、ちょっとおっとりめなテンションのイメージがあるから、ちょっとびっくりしましたけどね。やっぱあれか、僕と一緒でこう、やっぱこの時間までね、喋って番宣撮るから、ちょっとこう、ね、気分も高揚してるんでしょうね、畑さんね。いや、ちょっといい、元気な畑さん素敵ですね。はい、改めましてどうも、岡本図の浜立ちぬです。六本木ヒルズから、生放送。笑ってんの、ディレクターの人だけなんだよ。本当に、こんな台本もね、もう9月いっぱいですから。本当にね、皆さんね、気をつけてください。J-WAVE ラジペディア。ラジペディアは、ツイッターもやってます。ハッシュタグはラジペディア J-WAVE。さらに、漢字が読めない人が多いため、改名だった。漢字が読めない人が多いために改名。これを間違えちゃってんだからもう世話ないね、僕もね。それな、名前かな、これをつけてつぶやいてください。今夜のテーマ、好きって何ですか。ここでメールを紹介しましょう。
これちょっと笑ったんだ。これ2通ぐらい読みますか。ラジオネームひいこたんさんですね。浜さんこんばんは、こんばんは。私は寝ている人を見ると隙があるなと思います。もうちょっと耐えらんなかった。これめっちゃ面白いんだけど、ちょっと続き読みますね。私は寝ている人を見ると隙があるなと思います。授業中に寝落ちして休み時間も寝ている人を見ているとつい写真を撮ったりほっぺをブニブニしたりしますが、大抵の人は気づかず幸せそうに寝ているので、そんなところを見ると隙があるなと思いますという、まあ至ってこう真面目に送ってくださってるメールなんですけど、寝ている人を見ると隙があると思いますっていう、ちょっとこの字面にやられてしまいました、僕ね。ちょっとつぼやめ。忍者の末裔かと思って。普段、ひこたんさんじゃあ立って寝てるんですかね。刀をこう持って。いや、ちょっと笑ったな。じゃあ、そんな素敵なメールには、じゃあこのアジャコングが食べる用のチンゲンサイやつプレゼントします。もう一つ、ラジオネームカフェインさんです。隙を作って石を作ってしまった浜くん、こんばんは。こんばんは。そうですね、その通りですね。普段の生活で感じる隙は安心感から来ていると思います。例えば友人の前で昼寝、財布や携帯を置いたまま席を外すなど、ちょっとした隙からやってしまうことは周囲に信頼や安心感があるからだと思います。なるほど。浜くんはメンバーに隙を作るのはどんな時ですか？あ、いいこと言いますね。いいこと言いますね。だって、確かにそうかもしれないですね。そういうとこあるかも。メンバーに隙を作るときってのはあんまないけどな。なんだろう。なんでしょうね。あるかな。まあでもね、実際多分一緒にいるときはみんな変わってないですからね。10年前と基本的には。だからやっぱりリュックもちょっとチャック開いてんでしょうし。そうそうそう。だから僕らは基本好きだらけなんじゃないですか、一緒にいるときは。昨日、おとといのユーストとか見てくれた方とか思うと思いますけど、4人集まってると割とスカスカじゃない、好きがあるなっていう感じですね。スカスカだって。じゃあそんなカフェインさんには、行くか、アジャコングの食べる食パン、プレゼントします。僕割とこのローテーションですね。こんな感じでまだまだメールをお待ちしております。あなたがこっそりつけ込んだ恋人の好き、ゆすった好き、ポドル好き、面白いですね。面白い、爆笑、などなど教えてください。それから浜岡本に教える JJJ もね、募集中です。面白かった人にはアジャコングプレゼントしますからね。はい、ここで再びどうでもいいポーターさん登場です。はい、メガネだおー、おう、さて、はい、はい、浜さん。何ですか？こっから私は関係ありません。あ、本当ですか？お疲れ様でした。はい、まだいますけどね。はい。はい。というのも、すでにここからのパートはですね、はい、浜さんが収録されてきたんですけれども、あ、そうですね。はい。都内某所で行われた浜さんと奥田民生さんの対談の模様をお送りします。はい。本当に少し前に、ね、収録させていただいたんですけど、まあ、民生さんは本当に僕らみたいなすっごい後輩のミュージシャンでも、すごいこう、なんていうんですか、同じ目線で喋ってくださるんで、なんていうんですか、先輩風吹かせないというか、まあそんな先輩なかなかいないですけどね、今ね、逆にね。でもまあすごく優しいんで、すごい自然な、普段僕が民生さんと会う時に喋ってる空気を多分そのまま収録できたと思うので、まあ、ヤージュンが録音ボタンをちゃんと押せてればの話ですけど、まあ、自然な感じがね、皆さんに伝わるといいなと思っております。はい。はい、まあ、浜さんがおっしゃるには、はい、ミュージシャン一好きのある先輩、奥田民生さんと浜さんによる好きだらけの対談の模様をお聞きください。はい。はい、岡本との浜岡本がお送りしている J ブラシペディア、今夜のテーマは好きって何ですかということで、スペシャルゲストの方に話を伺いに都内某所にやってきました。僕が想像するに日本で一番好きのあるミュージシャンの先輩だと思っております。岡本津が所属する事務所 SMA の名誉顧問、奥田民生さんです。どうもどうも、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。好きがありますか？台本です。そうだ、ね、僕が想像するにとか言わされちゃってるけどね。これそうなんですよ、毎回このくだりがあるんです。すいません、今日は一番日本で好きのあるミュージシャンとして。大丈夫ですよ。大丈夫です。よろしくお願いします。好きがありますかね。好きって何ですかね、大体。
余裕みたいなこともあるんで。でも好きっていうとあんまりいい言葉じゃなくないですか。そうですね、まあなんかその間に、ね、そのやられちゃう感じでしょ。だって後ろからパーンって殴られる感じですよね。その感じちょっとありますけど、ね、好きありってことでしょ。そうですね、好きありって言いますからね、うん、あるね。あるあります。ある、殴られると思うわ。去って避けられないと思うわ、まあ、いい意味でそういう、まあ、余裕感というか好きがあるっていうことですけど、うんうん、そうですか。タミヤさんはあの好きが自分でやっぱありますか。まあ、今、今そうやって思うと、はい、殴られると思いますよ。いろんな人にいろんな人にじゃないよ。いやいや、もうそのこいつ殴ろうと思って近づいてこっそりスパンってやるのを察知しないような気がするわ。もうパンってやられてきた。あ、痛いってなる。もうそういう本当の好きですね。そうそう。どういう好きね。でもやっぱこう好きがないと分かんないですけど、喋りかけづらいとかあるじゃないですか。あ、まあね。確かに、あの、なんていうんですか。逆に好きがある人というよりも好きのない人の方が分かりやすいでしょう。はい、うん、言い方としては、そうですね、この人好きがねえなっていう感じはあるけど、うん、はいはい、この人好きあるなとは逆にあんま言わない。言わないですね。そうよ、好きがない人の方が言いやすいんじゃない。そうですね、うん、だからなんか、そういう意味では俺は好きがなくはないと思います。うん、うんうん、そうだと思いますよ、うん、僕ら周りにそんなやついるかい。好きのないやつ。好きのない、まずミュージシャンっていう時点で好きあるでしょ。はいはいはい、なんか知らないけど、うんうん、でも自然とこうお話できるような人は、まあ、言い方はあれですけど好きはあるんだろうな、僕らが入る好きがあるんだろうなっていう気がしますね。さっきミュージシャンはやっぱあるんじゃねえかっておっしゃいましたけど、うん、やっぱまあ必要なんすかね、ミュージシャンとか表現者って好きみたいなものってあった方がいいと思いますか。どうなの。だからその一人でやる仕事じゃないじゃないか、はいはいはい、だからその人とこう関係しなきゃいけないからさ、うん、隙がそういう隙間がないとさ、できやりにくくないですかね。まあ、そうですよね、うん、だ全くそうそういうそういう隙を作らずにこう独特の世界観を出す人もいますけど、うん、もうあ、まあいますね、確かにそういう、ね、もうそういうタイプの、外であっても絶対話しかけられないみたいなような人もいるじゃん。います、います。うん、まあそういう人もいるけど、僕らの周りは確かにそういう意味では好きのある人の方が多いかもしれない。うちの事務所にはいないよ。そうですね、うん、特にそうかもしれないですね、うん、芸風がそうだもん。そういう人が来たら、あ、はい、あの事務所の社員たちが対応できないから、まず契約しないんだって。うちには向いてないかもしれない。向いてないっていう、誰がマネージャーになるんだみたいな話でさ。無理なんだよ。 SMA はじゃあちょっと好きのある人が多い、あるやつだらけ、好きだらけでしょ。そこの名誉顧問ですからね。もう代表ですよね、うん、もっと今でも今現顧問もっとない好き、もっと好きだらけじゃない。だってそうですね、うん、もう脈々と好きのない、好きのある人か、好きのある人はもう続いてます ね、うん、ね。じゃあ僕同じ事務所ですけど、僕好きあると思います。好きですか。あ る, んじあるでしょう。あります、うん、あると思うよ。あ、本当ですか、うんどうん、まあ好きないね。まあでも ね若いうちにね、うん、好きも何もないと思うよね、はいはい、まだわからないっていうか、あ、こっからこっからこの偉そうになっていくと、うん、なるかもよ。偉そうになっていくってすごいですね。偉そうになって、偉くとかじゃなくて偉そうになって、偉そうになって。なるほど。偉くなっても偉そうにならない人もいるわけですよね。あ、はい、そうですね。そう、偉そうになったとして偉そうになったとして、うん、まあまあ、まだ分かんないってことですね。じゃあ、うん、僕にだそういう意味ではでもね、俺は割とデビュー当時から偉そうではあったんですよ。お、俺は、はい、偉そうっていうか、はい、王兵っつうの王兵、はいはいはい、うん、割とね、はいはい、その態度悪い方だと思うんですよ、はいはい、結構、うんうん、姿勢悪いし、うん、座り方とかはい、はい、そういうことも含めて、うん、ね、まあ、なんかそういう意味ではね、その若い頃は、うん、例えば目上の人とかに、はいはい、なんかこう、なんかちょっと思われてたかもしれない。態度悪いなみたいな、うん、その新人だからもうちょっとちゃんとしろっていう、はいはいはい、そのこうあるじゃない、はい、言い方が、はい、うん、で割とさ、よくさ、売れたら偉そうになるとか言うじゃないですか、はいはい、あれ最初から偉そうなんですよ、そういう人って。でその
売れる前はそれが目立たなかっただけで、うん、変わってないんだよね。あ、なるほど。最初から偉そうなんですよ、うん、だから売れてから偉そうになったって言われると、うん、俺はもう前からじゃいと、うん、そんな最初からだ、うん、そういうことだと思うんだよね。なるほどね、うん、もうそう、もう最初からだと、うん、言う人は、そう、もう小学校ぐらいからですよ。小学校ぐらいから、うん、偉そうな人はね、その態度がですよ、うん、態度が態度がよ、あの身の回りにこう隙を感じる、まあ、同業者というミュージシャンいらっしゃいますか、うん、隙を感じる、はい、ああその実際のところはね分かんないけど、その隙があるっぽい人だって言うと、うん、まあ例えば今回も共演してますけど斉藤和義とかは、 あ、はい、あれ隙だらけなんじゃないかな確かに。でも和義さんはこう隙のあるなんか割とさ、話してるうちに自分の意見もどんどんこう流れて変わっていきそうなタイプじゃないですか斉藤和義あれお前さっきと言ってることがみたいな、さんってなりそうなぐらい、そのなんかこうゆらゆらしてるイメージあるんで。そうですね、柔らかい、まあ柔らかいですよね、うん、確かに。そうそうそう、それで例えばじゃああと誰ですか、トータスはどうですか。トータスさんも、トータスは自分で隙を見せないようにすごいしてんのに、はい、裏が丸見えみたいなイメージでしょお前見えてるって、うん、こっちから見たらっていう、シャギッとしてるイメージがある、マジかいなみたいな。本人はすごいこうちゃんとしてたつもりが、うんうん、チャック開いてたみたいな、まあ、タイプですかね。確かにトータスさんも実際お会いして喋るとすごい柔らかいですよね。柔らかいですよ、うん、ただまあ頑張ってるところがあるんで、なんか知らないやつ頑張ってるところ何か背負ってたりで割と悩みがちじゃないですか、ね、性格的にちょっと、はい、あ、なるほど、うん、真面目だったね。そうです、真面目ですよね、うん、トータスさんすごくお話ししてる、うん、じゃあ近くはもう本当にキンキンのミュージシャンでいうとトータスさんと和義さんいやいや、だってそうやって言われてみたらみんな隙があるよね。まあまあ、でもそうですよね、キャラクターの中にありますよね、うん、そういう部分ね。あるよ、うん、じゃあ最終的にこれ答えをが出るのかっていうのはあるんですけど、隙って何だと思いますか。まあ今話した隙っていうのは、はい、なんつうんですか、そのいい意味だからね。そうですね、そうです、だからなんつうのかな、余裕ってことじゃない。そうですよね、うん、人間的余裕と、うん、余裕、うん、その周りが見れてるかどうかっていうか、うん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 、っていうことでどうでしょう。いや素晴らしいいや素晴らしいです、はい、素晴らしいと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。こちらこそ。じゃあでです、ね、さよなら。いや、あの大事なお話をん、あ宣伝しなきゃ。はい、昨日ですね9月11日にニューシングルを出されました、うん、タミオさん風の西から。どうした、おめでとうございますありがとうございます、やっと出せました、はい、おめでとうございます、はい、1年8ヶ月ぶりなんですね。そうよ、そのソロの活動っていうのが、はい、一番後回しだから俺あでも最近を見てると確かにもういろいろやられてますもんね、うんまあ、ソロはいつでもできるからっていう理由で、はいはいはい、どん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 、まあ、ユニコーンやったり、はいはいはい、ユニットができたりするじゃない、ね、やったり。そうなのよ。そういう意味では久しぶり、まあ、ツアーはちょこちょこソロもやってるんですけど、はい、そうなの、ね、シングル作るっていうともう1年8ヶ月ぶりとか。そうよ、アルバムなんてもう全然出てないしね。そうですね、うん、出てないしね、いいんだけどねいや今回全部楽器を演奏されてるじゃないですか。そうですよ、一人でね、あの、うん、見させていただきましたけど、うん、そのどうでした、どうでしたっていうか、一人は疲れるよ、だからその休憩がないんだもんね。あの DVD でも早いっちゃ早いよ、その、そうです、一日でやっちゃうんだけどさ、うんうん、ただ俺の休みはないんだよ、その一日の中 で、ね、終わったと思ったらもう次、結構疲れるんですよ、だからまあ当たり前ですけど、じゃあみんなでやれよって話なんですけど、はいはい、今回あの完全限定生産版にはですね演奏 のマルチトラックが CD ロームで、まあ、いわゆるベースだけ、ドラムだけ、そうそうそう、歌だけっていうような、その別々のが、そうだからカラオケの進化版ね。そうですよね、言ってみれば今だからソフトがあれば、うん、まあ、フリーソフトで誰でもそれをこういじくったりもできますしね。そうなんですよ、そういう風に遊んでもらうもよし、それこそもうなんかこうスマホレベルでできるでしょ。そうですね、パソコンじゃなくてもね、できます、すごいな。だからドラム、ギター、歌、パーカッション全部奥田民生、ベースだけ自分とかもできると。できるよ、できるよ、うん、他の楽器もそうです、うん、マラカスだけ大嫌いだからカットしてとかで、まあ、できるよね。そうですよね、うん、いやすごい、
な試みだなと思ってそちらも皆さんぜひチェックしてください。さらにカップリングには先ほども出ました隙のあるミュージシャン斉藤和義さんとこう一緒に歌ってるライブ音源も2曲、うん、こっちがメインでよかったっていうね。話題的にはいやいやいや十分これも話題になってます。ちゃんとこれ大盤ブルーなんだかわからないですよね。なんだかいやなんだか分かりたい方はぜひもう買ってそうっす、ね、聞いてください、うん、10月14日新木場のスタジオコーストで、奥田民生2013ツアースパイスボーイズがスタートスパイスボーイズですか。そうね、もうねツアータイトルとかさもうねいい岡本さんまだそんな何回も つけてないだろう。そうですね、まだ何回つけたと思ってんだ よ、もういいのよ。そんなのタイトルつけろとかうるせえって言いたくなるいらないじゃないタイトル。でもちゃんとご自分で考えるんですよ、ね、でこれはねそのなんか取材をしてた時にまだ決まってなかったの、はい、あそうなん、うん、で今決めてくれっていう感じになったから、じゃあその部屋のここにカレーがの、はいはい、出前のカレーの宣伝があったから、はい、カレーツアーって言って終わった後カレーツアーじゃなんだなってこれになったんですよ。あなるほどね、うん、そっからスパイスが来てるんですね。そうですねこれ説明すればするほどなんでもうやめときますけど、全16公演意味はないよ、うん、ファイナルが11月27、28に中野サンプラザ 2days。 うん、あそうなんだ、中野サンプラザ、うん、2days。 これソロで俺やったことあったっけな、サンプラザ、サンプラザで。あそうなんですか、あんまりやったことないですよね。いや僕もでもなんかタミヤさんサンプラ 2days 中野サンプラザといえばラウドネスってイメージがあってね一回見に行ってあまりの音量に後ろの真後ろで見てたんだけど、はい、壁に張り付いたからなんてでかいんだ音がって下がっていってあいやそんな思い出のある、そんな思い出、そんな思い出、中野サンプラザ 2days がファイナルでございます。そうですね、詳しくは奥田民生ホームページをチェックしてください。皆さん覇気のないホームページをチェックしてください。覇気のないカラーリングが鮮やかなそれでは最後にですね、タミヤさんのニューシングルを聞きながらお別れです、はい、最後にこう好きだらけの曲紹介をお願いします。なぜあれしがらけを掴むような浮かれた話、はい、岡本図の暴走半島、浜岡本がお送りしている JA ブラジペディア、タミヤさんと対談収録してきましたけども、まあ本当にいつもああいう空気でこう喋っていただいてね、ただもうまさかのあのもうファンサービスというかね、あんな曲紹介聞いたことないですからねもうだって僕も日浦さんも一回経験してんのにさっき笑っちゃいましたからね、あれが来るって分かってんのにね、すっごい面白かったね、あの曲紹介あのタミヤさんの新しいシングル、本当にこう新しい試みあり、素敵なカップリングあり、まあ、曲ももちろんすごい、小倉タミヤ節で痺れますから、皆さんぜひシングル買って聴いてください、お願いしますね。今夜のテーマ好きって何ですか、ここでメールを2通ほど紹介しましょうね。ラジオネーム勝利の手羽先さんです。浜岡本さん、こんにちは。どうも、私は仕事では隙を作らないようにしています。隙を作ると何かあった時突っ込まれるからです。その代わり会社では人とは口を聞かないようにしています。案外疲れます。浜岡本さんの隙を作らない方法って何ですかと、木曜ラジオでは本当ありがたいことにこう10代からこの方は50歳ですから、もう幅広い層に聞いていただいてますから、せっかくだから紹介しようと思いまして、うん、徹底されてますね。会社では人とは口を聞かないようにしています。僕はまあもう常に見られているということを意識すること以外はないでしょうね。た、うん、もう分かんないけど、そのあれですよ、コンビニ袋を持って歩いてるのもちょっと気をつけなきゃなとか思うようにしますよ、うん、だって嫌でしょ、ステージ上がってて自分が好きな人がコンビニの袋を持って歩いてたらって俺は思っちゃうんですよね、うん、とかね、リップクリームとか塗ってる時なんてもう最悪ですよ、見られたら。アホみたいな顔してるでしょ絶対。だって全員かっこよく塗れる人いないでしょ多分。
わかんない。ヤマピーはかっこいいかもしれない。間違いないですよね。うん。だから、そういう意識じゃないですか、やっぱりね。僕なんかが50歳の方にあれですけど。まあ、年齢関係ないか、こういう時は。じゃあ、手羽先さんには、何あげようかな。じゃあ、このズキューンって、アジャコンが書いたハンバーグあげますね。もう一つ、ラジオネーム、みそちんさんです。浜くん、こんばんは、こんばんは。好きがある子ってみんなから愛されるイメージがあります。友達の中に一人はいじられキャラみたいな子いますよね。好きを狙っていじめたくなっちゃうみたいな。そういう子ってみんなからも好かれてる感じがします。同性からも異性からも。私はどちらかというといじる側なので、いじられキャラ的な感じの子がものすごく羨ましいです。浜くんの周りに、憎めないいじられキャラみたいな子いますか？と。そうですね。いっぱいいますけどね、僕からしたら。まあ、うちのドラムもそうでしょうし、あとはゆかり、うちの同じ事務所のゆかり&ザ・バレンタインももう、だってもう、いじるところしかないですからね。ゆかりもそうだしな、住岡里奈もそうだと思いますよ。住岡さんももう、いじるところばっかりですからね。まあ、僕もだからどっちかっていうと、そのいじる側だと思うんで、羨ましいと思うことか。どうだろうな。僕はないかもな。うん。でもいっぱいいます、いっぱいいます。確かにでもそうやって成り立ってんですよね。友達関係とかってね。じゃあ、みそちんさんには、アジャコングのこの、心の叫びが書いてあるやつでしょうかな。ルッコラって言いたいだけって。本当は言いたいんでしょうね。